バトゥ・リンタン捕虜収容所は、第二次世界大戦時に、ボルネオ島サラワク州チンに位置した日本軍の戦争捕虜収容所。連合国軍の捕虜と非交流者となった市民の両方が収容されていたことが特徴であった。イギリス領インド陸軍の兵舎だった建物を利用して1942年3月から1945年9月に解放されるまで運用されていた。 当初の領域は日本軍によって約50エーカーにまで広げられた。ボルネオの収容所との間で行われた非収容者の移送や非収容者の死亡により収容所内の人口は変動した。最大で約3000人が収容されていた。捕虜も非交流者も同様に食料不足や不十分な医療によって起こる疾病疾患。 強制労働や過酷な待遇、十分な衣服や居住区の不足に耐えるよう強制されたため、収容所内での生活は過酷であった。収容されていた約2000人の英国軍の捕虜のうち3分の2以上が監禁されていた間に、もしくはその結果により死亡した。1943年から収容所の解放まで2年半、以上続いたラジオ放送の建設と運営は指揮を、 高め、非収容者に戦争の進捗を理解することを助けた。その発見は関係者への確実な死という結果に終わっていたとされる。1945年8月15日に日本が無条件降伏をした後、同年9月11日にオーストラリア陸軍第9師団によって収容所は解放された。解放時、収容所には捕虜1392人。 民間人の男性非交流者395人、女性、児童237人の計2024人が収容されていた。解放後に収容所で発見された日本軍の書類の中には2度の処刑について書かれていた。1度目の処刑は8月17日もしくは18日を予定していたものの実行されず、2度目の処刑は9月15日に行われる予定であった。 この公式な収容所の解放によって2000人以上の死を不正だとされている。1948年7月、教員訓練学校が跡地に移転し、マレーシアで最も歴史のある教育大学として現在まで続いている。ありがとうございます。